大宮アルディジャベントス対チプレ ASL フェン埼玉、埼玉ダービーの一戦です。前半23分、唐橋のコーナーキックからヘディングで合わせていきます。しかし最後鮫島がクリア。エルフェンの瀬野でした。続いて大宮30分のシーンです。左サイドクロスから浅野が触ってゴール前、最後中野も詰めていきますが、最終的にはこの浅野の守備も光りました。その直後の31分のシーンです。右サイド作って上がってきた有吉から体勢を崩しながらの大熊のゴール、キーパーが触れないところでした。有吉のクロスに見事大熊が合わせていきました。昨シーズンの大怪我から復帰した大熊、涙を流すシーンも見られました。そして35分です。この位置から則松のロングシュートです。センターバックの則松自ら放っていきました。0でリードして大宮は後半に向かいます。エルフェンのシュートシーン、コーナーキックから遠めの位置から打っていきました。最後は後ろにいた佐久間でした。そして後半45分のシーンです。久保のシュート、惜しくもゴール左でした。途中交代で入った松久保です。2022-23 ヨギボー B リーグ第3節、大宮アルディジャベントス対チフレ ASL フェン埼玉の一戦、この埼玉ダービー1対0、大熊のゴールが決まって大宮が勝利しました。